に出す不可思議な出会いと別れを経て突飛な世界のことさあちょっとだって笑い飛ばせたんだ合図が終わる少年少女の
その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオからあの話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは、目の前にその向こう白衣の科学者たちは素晴らしいと手を打った。疑うよ、そこから見る街の風景はまるで人間施設のようでさ、もう不必要な科学者は花火が見込むだけだけだ。心の中の小さな世界で今まで少ない目で見たんだけど、もう尽きている街が食べないかな。風と見る海の影、きっと時の向こうから止めて止めて夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声、読みかけの本をきっとどこから来たんだいと笑う目隠ししたまんまの午後3時です。
世界はあんまりシンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中南につかないこの家を訪れる人などいないわけで、知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。だんだんと流れ出した生まれてしまった理不尽でもあんまり人生なんて、私の中じゃ平気と今未来を想像してる不安な世界はどうかしたでも私。